皆様元気ですか？社名丸です。今回は COD モバイルのゾンビ戦をプレイしていきます。前にマリサさんもプレイしていますよ。使用したい武器がライトマシンガンなのですが、ボス戦まで控えたいと思います。マリサさんはアサルトライフルとサブマシンガン、ライトマシンガンでクリアしてましたね。私はボス戦では武器を変えて戦うつもりですよ。あと動画の都合上倍速になりますのでよろしくお願いします。このゾンビ戦は4名のプレイヤーで協力しながら8ウェーブを生き抜き、最後にボスを倒せばクリアとなります。窓やフェンスを修復し、ゾンビなどのクリーチャーを倒せば装備購入、強化またはマップ拡大に必要なお金が手に入ります。装備購入はマップ各所にありますが、スタート時の建物1階にあるのがメインで使うものですね。アーマーを購入しました。装備強化は建物の正面広場にある機械で行いますが、マップにある電子部品が必要ですので探して強化しましょう。気になった方はプレイしてみてくださいね。詳細は省きますのでご理解をどうぞ。ヒューベルノがいる？試しにやられてみましょうか。見ての通り倒すと爆発炎上し、最悪はダウンします。ダウンされたら仲間に救援を出して復活させてもらいましょう。仲間の方ありがとうございます。お互いに助け合いクリアを目指しましょうね。ウェーブも気づけば半分。マップを拡大するかな。仲間さんが沼地側を広げました。何が来ますかね。ホットドリンクがあるのでいただきますか。さてとボス戦まではしょりますか。さてボス戦です。マップは円形で引く武器弾薬があり購入可能。ボスの能力や湧いて出てくるゾンビに注意して大ダメージを与えれるボスの口を狙いましょう。武器強化をするか、強力な武器を購入し備えましょうね。仲間さんの体力が少ないので回復を。私は回復を選んでいるので、回復エリア内に入れば味方全員ゆっくりと回復しますよ。それでは武器を変えます。弾数は少ないですが与えるダメージは上がりましたね。ちなみにかなり慣れたプレイヤーが多数人と組んだ場合はボスの体力が早く減りますよ、って思います。よし、それではアサルトライフルに変えます。
が回復を使いましたね。こちらに引き付けます。ここらで弾薬の補給をします。 AR と LMG の弾薬補給よし。それでは一気に走ります。すげえ、銃声がもはやバルカン砲になってる。ちなみにボス戦だけでも都道が10分近くかかってます。ザロケットや手榴弾で攻撃したりやられてダウンしたりと長丁場になってます。元 LMG 型巻きれに補給します。うるさいがなんだ一体。シャメイマルもゾンビをしていたか。音も倍速でのものだったんだな。無事クリアしました。仲間プレイヤーさんもありがとうございました。次回はエイリンさんがプレイしますので、ご視聴ありがとうございました。またねー。エイリンが COD をするのか。次回で一旦終了するのに。まあ裏で私はするから、マッチしたらよろしくな。それじゃあなー。